伊勢地域観光交通対策協議会より年末年始の交通渋滞対策のお知らせです。伊勢地域観光交通対策協議会では年末年始の交通渋滞を緩和するためマイカーで来られる方を対象にパーク&バスライドなどの交通対策を行っています。内空・下空行きの2ルートで令和6年1月1日から1月4日および1月7日の5日間実施します。サンアリーナ周辺臨時駐車場の駐車整理料は1台1000円でシャトルバス乗車料金は無料となっております。シャトルバスの運行時間は三重県営サンアリーナ周辺臨時駐車場発が9時から16時帰りの最終便はいずれも18時30分です。シャトルバスの運行日は伊勢自動車道の伊勢西インターチェンジ伊勢インターチェンジで出口規制が実施されます。また12月31日の夜間と1月5日、6日、8日、13日から28日の土曜日曜は伊勢西インターチェンジで出口規制を行います。この10日間はパーク&バスライドを実施しておりませんのでご注意ください。シャトルバスの車内での忘れ物が多くなっております。大切な思い出とともに忘れることのないようお降りの際は改めて座席・網棚をご確認ください。次に交通規制についてお知らせします。12月31日から1月8日まで毎日と1月13日から1月28日までの土曜・日曜には内空および下空周辺の道路で交通規制が実施されます。また伊勢市と志摩市を結ぶ伊勢道路は大変混雑しますので第二伊勢道路への迂回にご協力ください。続きまして駐車場のご案内です。内空の周辺には市営の有料駐車場があり年中無休でご利用いただけます。駐車料金は1時間までは無料で1時間を超え2時間までが500円となりその後30分ごとに100円が加算されます。市営宇治 B1、B2 駐車場はシャトルバス運行日とその前日の夕方以降はシャトルバス乗降場としての運用やその設営準備のためご利用できませんのでご注意ください。なお伊勢地域観光交通対策協議会において内空周辺では臨時駐車場の運営を行います。臨時駐車場の駐車整理料は1台1000円で施設利用のない場合などに運営します。今回お知らせしました年末年始の交通対策に関する詳細な情報はこちらの交通案内図をご覧ください。また伊勢地域観光交通対策協議会ではホームページ楽々伊勢モーデでパーク&バスライド交通規制のお知らせ公共交通機関のご案内駐車場の満空情報などを掲載しています。伊勢にお越しの際に便利ですのでぜひご覧ください。交通対策期間中皆様にはご迷惑をおかけしますが交通渋滞の解消のためご理解ご協力をお願いします。